ATM で通帳の磁気ストライプの修復を行う方法をお知らせします。通帳記入を行います。通帳の磁気が壊れている場合、ご案内画面が表示されます。北国銀行の普通預金通帳、総合口座通帳の場合、ATM で磁気修復できます。このまま磁気修復する場合は、修復するを押してください。一旦通帳が出てきます。通帳の表紙をめくり、見返しのバーコードのあるページを開いて ATM に入れてください。通帳が一旦返却されます。修復する通帳と同じ口座のキャッシュカードを入れてください。暗証番号を入力してください。画面に出てきた口座番号、お名前と修復する通帳の表紙に印字されている口座番号、お名前が同じかご確認ください。修復する通帳の普通預金のページの最後の行が印字されているページを開いて確認を押してください。普通預金の最後の行が印字されているページの右上に書いてあるページ数を入力してください。普通預金の最後の行が印字されている行数を入力してください。行数は印字欄の左側にあります。普通預金の最後の行の差引残高を入力してください。マイナスの場合は最初にマイナスを入力してください。次に定期預金のページを開いてください。定期預金の最後の行が印字されているページの右上にあるページ数を入力してください。定期預金の印字がない場合は11と入力してください。定期預金の最後の行が印字されている行数を入力してください。行数は通帳の左側にあります。定期預金がない場合は0と入力してください。修復する内容を確認し、確認を押してください。もう一度修復する通帳の普通預金側の最後に印字されているページを開いて入れてください。磁気ストライプの修復が終わりました。ご迷惑をおかけしました。